がちょっとびっくりしたんですけど、 iPhone X の顔認証がこの状態でもいけました。ちょっともう一回試してみます。あれダメ、あダメだな。お、一瞬あの鍵のマークがほやほやーんってなったけどダメだった。距離とか、あ、開いた。この距離でこの状態で顔認証いけましたね。どういう仕組みなんだろう。なんか IT メディアニュースであの鼻の穴の位置を見てるみたいなのを見たんですけど、ちょっともう一回ロックして、その関係かな。ダメ、あ、開いた。あ、結構開くな。いつも何回か失敗してすぐ諦めてたんですけど、今たまたまサングラスしたまま、解除しようと思ったら普通にできちゃいました。まあでも、まあ、2,3 回はミスりそうなんで、めんどくさいんであれですね、すぐパスコードパパって打っちゃうから今まで気がつきませんでした。このサングラスとヘルメットの状態で解除できました。しかも耳も隠れてんのにな。耳なんか見てないか。鼻と口とのバランスとか、まあ、よくわからないですけど、一応これで解除できました。なんだろう、光の加減とかでサングラス越しに目の位置が分かったのかな。